今私は肖像画の前に立っておりますがこちらから宮下清太郎王山際勝三郎博士向こうが小川重次郎博士の3人の肖像画です。でこの肖像画の作者は東御市の重野出身の関西風という方の肖像画でして関西風さんは「 えー、若い時に丸山版画の書生をしていまして東京で活躍された洋画家で肖像画を特別とされていたとこういうことでありますが、えー、なぜこの肖像画があるかということなんですけどもこの宮下久太郎王が昭和18年に80歳に歳なります山際博士や小川博士はそれ以前に亡くなっておりますけども宮下久太郎王は一貫して上田教育会月報の 編集発行人を務めております60年にわたって今発行しているわけですけれどもで教育会でそのことをお祝い,いをいたしますでお祝いの品としてはじめこの宮下九太郎王の肖像画を贈呈をしますそれとともに金一風も贈呈をしますそれに対して宮下九太郎王は自分だけこの肖像画をいただくのは心苦しいと教育会の創立メンバーである 山際勝三郎小川茂次郎川次これはもう一人勝又栄吉郎がいるんですがその3人にも肖像画をこの金一封の中から贈呈させてもらいたいとこういうことになりまして結局4人のここには3人ですがもう一人勝又栄吉郎という上田市の第2代目の市長がありますが点が寄贈されますそれぞれ履歴業績的なことを紹介させてもらいたいと思いますが宮下清太郎王は「 今,今60年にわたって上田教育学一法を編集発行し続けます本職といいますかは文部省のお役人さんだったんですね文部省で文書係長を50年ぐらい務めていたようですけれどもそれと非常に重きをなしたのは上田藩の最後の殿様松平忠成と申しますがその松平家の家令を務めます事、まあ、みたいなことですけれども 松田原家の財産処分をこの宮下久太郎が行いますまた上田協議会は先ほども話しましたように東京で活動していた新北団体ですけども協理の上田にもそういう部会を作ろうとそういうことで上田協理,理部会というものを宮下久太郎が中心になって創立をいたしますあるいは当時学生が東京で 千曲寮と申しますけどもの建設をしたりあるいは上田三志専門学校今の信州大学専学部ですけどもの上田にに非常に功績を残しておりますえ次にこの真ん中の山際勝三郎先生ですけども非常にまあ有名な方なわけですけども東京大学在学中大変優秀で特待生というふうな対応を受けたり。 明治二十一年に首席で卒業します。卒業後、病理学の研究の道に入りまして、助教時の時、明治二十四年にドイツに留学をします。でドイツに当時、がんの大化であります。ウィルヒョー博士の下で、がん研究に取り組みます。四十二歳の時に、胃がん発生論を出版します。山際先生は、一方では、非常にあの早くに長男の方を亡くすとか、長女を亡くすとか。 あるいは自宅が火災に遭うとか非常に生活苦もあったりして、えー、大変な苦難な連続でしたけれども、えー、不当不屈といいますか長い苦難の末大正4年に人工癌の発生実験に成功しますこれはあの、えー、ノーベル賞に値するような、えー、医学科における世界的な一大医療だったわけでありますけれども 後に近代日本を作った人々というような企画がありまして近代日本の医学を作った人をただ一人挙げなさいと言われればそれは山際勝三郎先生だという,ふうに言われております。一方で山際先生は文人俳人でもありまして曲線という配合を持っておりますが人工がん発生実験に成功した時の感激をがんできつ意気公然と 二歩三歩という有名な句を作っておりますそのほか明治三十二年の四月ですが三男が生まれますその時の手紙を宮下久太郎に当てて出しておりますがその中にもいくつか俳句が作られております十五日安山男子出生塚祭り僧老その節闘病中の小生この時に山際博士俳句企画になって 飛びを中だったようですけれども小生危機あふれて二三の拓と相成りそうご相談下されたくそうということで産声は父へ土産の人ともしだから二句目は一声が浮世の地理の水いめ三句目が三男女無論三郎と名付くべし子供三人男の子三人おりましたけれども一郎二郎三郎だったようですね。 最後にこの小川重次郎博士ですけれども明治16年の9月に東大の法学部に入学しまして穂積重信という日本の最初の法学士だそうですけれどもその穂積博士のもで指示をいたします。明治19年に内務省に入りまして警報局,局というところに入り配属になりましてその時の局長が京浦慶吾。 対象の末に第23代の内閣総理大臣を務めた方ですけれどもこの方の養女を5歳に迎えておりますそんな関係で清浦健吾とは非常に修正親密な関係ができております明治17年の2月に東京専門学校を第1回卒業生と指定卒業をいたします東京専門学校は明治35年に早稲田大学と改称するわけですけれどもその明治40年に 今早稲田大学に大隈重信の立場がございますがあれは第2代の像だそうで初代の大隈重信校の除幕式がありまして明治40年になりましてその時に卒業生あるいは学生総代として小川茂次郎博士が式辞を述べております内務省におりまして20歳の時に監獄管理法30歳の時に 監獄学というふうな本を出版しておりますがその中で、えー、まあ罪を犯した人に対して刑罰主義のみにとらわれないで感覚教育の必要性を表彰しておりますこれを締めるよりも公正させ社会復帰を図ること監獄制度の実態改善にも取り組んでおります小川博士は死刑廃止論者でもありましたまあ非常に当時進歩的な官僚あるいは法学博士 でありまして政府の代表として国際会議にもたびたび出席をしております非常に小川博士のそういう実績が名声を呼びまして大正2年に49歳の時ですが大阪府の府知事大久保利武の証券によりまして大阪府救世事業指導職宅になります 当時まあ大阪府は非常にまあ貧困問題が深刻でありましてその貧困問題に取り組みが博士の声望はまあ高まっていくわけです。それで大正七年に米騒動が勃発します。物価が非常に三倍四倍五倍飛んだ急騰をする中で大阪市民は困窮者で溢れ大きなまあ社会問題政治問題となってきます。 その時の知事が林一蔵知事でありますがこの林知事と二人三脚で小川先生が対応に当たりますそれでできた社会福祉の制度が方面委員制度というものでありまして戦後これが民生委員制度にと引き継がれていきます大阪では非常に社会福祉の先進地に高めていったということで 大正14年の4月に61歳で逝去されますが葬儀は市民葬というような形で社本葬という名前のようですがで取り行われております。